名前は芦原貴也です、職業は代官山蔦屋書店のアート担当のスタッフとして働いています。そうですね、僕がまだ今学校にそのアクティングスクールに通っている段階なので、まだまだかかりそうですね。海外ドラマが自分は結構好きなので、海外ドラマとかよく出れるように那覇になりたいなって今頑張ってます。そして自分でもどんな髪型になるのかわからないのでワクワクしてます。今日顔が結構、はい、なんか周りから結構周り割と年下に、下にちょっと幼く見られやすいかな。そうです、うん、だから年相っていうか、うん、ちょっと今より大人っぽい感じに見られる、ちょっと大人っぽく、はい、うん、確かにそうですよね。アクティングスクールにも通われてるんですもんね今。そうですね、今はい、確かに。じゃあ大人っぽく見える方がいいですもんね。なんか逆に今より短い方が大人っぽくなりそうじゃないですか。いや、なりそうです、ね、うん、多分今ちょうどこう前髪が目のラインくらいだとちょっとこうなんだ、顔出てる範囲もちっちゃくなって、そうですね、幼く見えがちかなって思うんで、意外と短くした方がそうなるかもね。いや、確かに結構毛量は多いんで、でもお顔がすごい小さいんで、うん、なんかすっきりしてあげるとめちゃめちゃすごい印象フレッシュな感じになりそうなんで、ちょっと短めにしてもいいかなって感じは思ってるんですけど、はい、どうですか短いのは。は全然抵抗はないですね。大丈夫です。あ、本当ですか、はい、そうですよね。パーマも今なんかかけられて、はい、それがちょっと残って逆にいい感じになりそうなんで、そうですね。地毛だと結構まっすぐですか。そうですね、割と、そうですね、横は結構残しちゃうと広がってきそうなんで、ある程度まあなんかその刈り上げっていう強い印象がつかないぐらいの長さで刈り上げてあげて、すっきり見せてあげる方が持ちとかもいいし、こう後からこうすぐ広がってきちゃうみたいなのも、はい、そうしといた方がないと思うんで、うん、なんかあのエドワード・ノートンっていう俳優さん、はい、いるじゃないですか、はい、あの人のなんかファイトクラブとかに出てる時の感じがこのぐらいの感じなんですけど、はい、まあ、なんかトップ残ってるけど寝せてて、はい、で横はなんか割とスッキリしてるみたいな。でも外人さんだと短くしなくても寝るんですけど髪が、あ、はい、でもちょっと短くしないと浮いてきちゃいそうなんで、そうですね、ある程度短くしてトップは若干遊び、はい、持たしてる感じが多分役者の役とかでもなんかいろんな方向にも触れるし、はい、結構似合いそうかなって感じもするんで、そっちの方が良さそうですよね。多分川口さんは結構あのこう全体的に同じくらいっていうか、うん、あのもうちょっとこうメリハリがない感じになるんですけど、ジャラさんは多分もうちょっとこうスッキリ感 の、うん、あの差はトップとあのサイドとか襟足で出ると思うんで、うん、もうちょっとこうキリッとした印象っていうか、うん、そういう感じになるかなと思います、うん、はい、はいはい、
彼女は長い方が好きなんですかって言ってました。あ、そっか、はい、大丈夫ですか。いや、大丈夫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 。すごい綺麗です、綺麗ですね。そうですね、はい、まあ、なんか上と若干メリハリがつくように、はい、ちょっと短めにはしつつまあでもやりすぎないぐらいですまあ全体的に結構しっかり短くして、はい、前髪ちょっと残してるんですけど、これスタイリングした時にそのまま下ろすっていうよりは、まあ、ちょっとまとめて、まあ、若干上げたりとかもできるし、ちょっとまとめて、まあ、大人っぽく見せたいっておっしゃってたんで、あ、はい、そういう感じにした方がそう見えると思ってそういう感じにしてます。あと刈り上げは頭の一番出っ張ってる位置とか、あと後頭部ですの出っ張ってる位置とかに合わせて、まあ、イメージの写真より若干低めにしました。なんかハードすぎる印象になっちゃうんで、はい、結構形に合わせて、うん、ちょっとだけ低めになってます、はい、あとは、まあ、パーマかかってるのもあるんですけど、あとつむじ周りが結構多分こうピンピンしやすいんですよ、ね、あ、ここだけちょっとだけ長めに残してるんで、はい、こことかはあんまりこうバッてやりすぎると若干ピンピンしちゃうんで跳ねちゃうんで、はい、まあ、そこはまあそうなりづらいような感じでカットしてます、はい、今日ボナファイドのポマード使っていきます、はい、取る量はこんぐらいですかね。あんまりつけすぎると、はい、まあ、足りなかったら後で足せばいいんで、あ、はい、うん、で手全体に広げてあげて、で今みたいに若干セミドライ、若干水分あるぐらいでやってあげると、はい、で最初は形あんま考えずにちょっとしっかり全体につけてあげて、はい、後からこう引き算じゃないけどちょっと形整えていってあげる方がこう全体にまんべんなくこうつきやすかったりとかするので、うん、この刈り上げと上のとこの境目のとことかもちょっとつけてあげると締まりが出る、はい、まあ、もしあればこういうちょっと目の粗いコームとかでこうサササってこう溶かしてあげるとちょっと時短じゃないけど綺麗にできますね、はい、でこうやって寝せてもいいし、はい、まあ、ちょっとこの辺溶かした後に手で触って動かしてあげてもいいし、はい、ちょっとだけ足しますね。あ、はい、できそうですか。多分多分多分結構セットします。切った直後は直後、はい、だんだん、まあ、難しくなりますね。そうですね、伸び始めて、うん、まあ、多分横が伸びてくるとどうしても浮きやすくなってくるんで、まあ、この辺とかもちょっと、はい、そういうスタイリング剤とかでその時はつけて押さえてあげるといいかなと、はい、その人と、まあ、話せれば何かこう何が好きなのかなとか分かるんですけど、まあ、もし初めていらっしゃったお客様だったらやっぱりファッションだったりとか普段やられてるお仕事で全然あのサラリーマンのお客様とかもいらっしゃるんで、まあ、例えば営業職であれば、まあ、少し綺麗に見える方がいいのかなとか、そういうお客様のでも
ライフスタイルとか、まあそういうニーズに合わせて自分の髪型の引き出しとかから、あ、じゃあ今回はこれで提案してみようとか、そういう感じですね。よく聞かれるんですけど、服だけ見ていいですかっていう。もう全然あの服の方を見てくれるスタッフも常駐してるんで、僕はそうですね、オーナーの中川があの毎回アメリカで買い付けた古着がメインになってまして、あとは、同じく中川がデザインしたオリジナルのプロダクツだったりとか、セレクトのブランドもなんか、まあ、あのお店とつながりある方のブランドだったりとか取り扱っていて、それも今後ちょっと拡充していく予定ではあるんですけど、めっちゃ短くなってて、思ってたより短かったので、なんだろうな、すっきりはしてました。この後の季節考えたら長さちょうどいいんじゃないかなと思いました。高青年っていう感じはすごくしました。なんか大人っぽさとなんか高青年感がすっきりしたことによってすごく出てました。いや、あんまり見たことないですね。なんかパーマかけていたいらしたんで、なんかっぽくは見えてたんですけど、しっかりとは多分スタイリングされていないんじゃないかなっていう感じでした。あ、似合ってるともう10点満点ですね。めちゃめちゃ似合ってました。